あ、森です。面白い農業の技術を開発しましたのでご紹介いたします。実はですね、土の代わりにこういうフィルム、まあ、これはサランラップじゃないですよ。私たちが特別に開発したフィルムなんです。で、このフィルムの上でですね、いろんなものが育ちます。で、例えばですね、これ実はこのフィルムの上で、長時間かけて今日車で持ってきたんでだいぶ疲れてるかもしれないんですけども、話してみてください。くっついてるんですね、透明なフィルムの上に。で、ちょっとじゃあ裏を見ましょう。こういうふうにですね、フィルムの表面に根が張ってます。フィルムの中に食い込んでるんじゃないんですね。ちょっとアッパンさい。フィルムを生かしたまま運びます。それからですね、これはですね、実はこのフィルムでバッグを作りまして、その中に液体肥料が入ってます。で、その上にパラパラッとレタスの種をまいて育てたものです。これは去年ですね、日本の宇宙飛行士の、野口さんがですね、宇宙船の中でこの実験をやりまして、ハーブを生やすことに成功しました。無重力空間ですから、こんなふうに持ってる必要ないんですね。こう浮いてるんです。非常に心が和んだということです。実はこういう技術、今回の 3.11 のですね、大津波で被災した、そういう土、非常に汚れてるんですね。その土の代わりにですね、こういうものが使えないだろうかということが今期待されています。我々も頑張っております。じゃあどうやってですね、このフィルムにこのレタスを生やすかっていうのをちょっとご説明したいと思います。まずですね、これ地面としてください。グラウンド。そしてここの上にですね、これ何にも通さないフィルムです。ものすごく丈夫です。破れません。で、グラウンドの上にこれを引きます。土の上に。で、ここにですね、これ穴が、小さな穴が開いてるんですね。で、その液体肥料が少しずつこの穴から出ます。で、それをですね、このフェルトで、ずっと広げるんです。まんべんなく。で、上に、こう乗っけて、ここにレタスでもトマトでも種を置きますとですね、こういうふうになるという非常にシンプルな技術です。で、実はこのテクノロジーの最も大事なポイントはこのフィルムにあります。で、実はこのフィルムの素材はですね、ハイドロゲルというおしっことおむつの使われているゲルです。ものすごく水と栄養素を吸い込みます。で、ただしですね、こちらからこっちに濡れてますよね。こちらから吸ってもこっち側にはですね、ハイドロゲルってのはこうカラカラなんです。外には水出さないんですね、反対側に。そうすると植物はですね、カラカラですから生きることできない。そうするとですね、根をですね、このフィルムにくっつけて、フィルムの中の水と栄養分を必死になって吸うんです。人間と一緒で、一生懸命勉強すると利口になりますよね。ものすごく美味しくなるんです。栄養価が非常に高くなります。実はトマトをこの上で作って最初食べたらですね、ものすごく甘いんですよね。これは全く想定外でした。植物の方が利口でした。それからもう一つの特徴はですね、このフィルムは透明で穴がないように見えますよね。実はナノサイズの穴がものすごくたくさん開いてます。で、このサイズのコントロールがですね、非常に難しいんですね。ただ我々はそれに成功しまして、水とか栄養分は吸い込みます。ただ菌とかウイルスはでかいから入れません。ですからこっちが病気にならないんですね。ですから農薬がいらない。
ですから皆さん今一番野菜気にするのは、まあ、栄養価が高いかどうか、あるいは安全か安心か。ですからそのフィルムがあることによって、皆さんが一番望んでるですね性質が満足されます。それでですね、スライドはあれ動画はないですかね。ありますね。今日本で20施設ぐらいでこれでトマトを作ってます。でこれは1ヘクタールの非常に大きな農場で、これフィルムの上でこんだけトマトが大きくなってます。これ1ヘクタールに8万本のトマトが入ってます。で黄色いトマトとか赤いトマトとかですね、もう鈴なりになります。でここは筑波菜園さんですけども、非常に今スーパーマーケットとかオンラインショップで喜ばれて売られてます。で今日はですね、そこのトマトじゃなくてこういう大きいトマトもできますよという。でこれは本当は食べていただきたいんですけど、非常に甘いです。でこういう大きいトマトもできます。これはですね、メロンです。これ出来たてです。このフィルムでできました。でその他にですね、例えばイチゴとかパプリカ、それからキュウリ、レタス、まあ、大体の野菜はこのフィルムの上で成長いたします。でもう一つこの技術の特徴はですね、実はその物質を、物を何も通さない、これを地面に引いちゃいますから、例えば地面がですね、汚れてる、例えば塩が上がってるとか油とか農薬で汚れてる、あるいは有機水銀で汚れててもですね、これ一切関係ないわけですね、来ないですから。ですから非常に安全で安心なものを安定的に生産できます。で当然これ下が砂でもいいわけです、砂漠でもいいわけです。それから工場跡のコンクリートでも大丈夫です。それからシベリアのツンドラ、氷の上でもできます。で我々はですね、実は砂漠でこの技術でトマトが作れないかということを証明するために、スライド動画をお願いします。ドバイの砂漠の真ん中でですね、まあ木も草もありません。でこれ野生のラクダです。でこれ砂の上にこれを引いちゃいますから。で、日本から持ってったトマトを育てました。で実はですね、砂漠って太陽光がすごく強いんですよ。でも非常に成長が早いです。で、これはオマーンの方々ですけど、近隣諸国からいろいろいらしましてですね、面白いなということで、で、まあ、私どもはこの技術を使いますとですね、まあ、不毛の砂漠を肥沃な農地に変えられるんじゃないかということで、実は、まあ、今関心がありますのは 3.11 で大津波で汚れた土地、ヘドロとかですね、油、それから放射能物質、そういうものもこれリジェクトできますので、そういった荒れた農地をですね、いかにしてこれを再生、これで再生するかということに努力したいと思っております。成長ありがとうございました。